こんにちは。ジャパニーズデイリーライフポッドキャストのあつしです。このポッドキャストは日本語を勉強している皆さんに向けたポッドキャストです。はい。こんにちは。皆さんお元気でしょうか？今日はですね、僕と妻はシンガポールからマレーシアに、移動してきました。今、ちょっと電車を待ってるんですけど、ちょうど静かな場所があったので、今、ポッドキャストを撮っています。はい。今日も N2 の文法をやりましょう。何々にもかかわらずをやります。これは、何々のにという、まあ予想と違ったことですね。予想と違ったことへの、まあ、驚きとか不満、ちょっと、いい気持ちじゃないことを言いたいときに使います。ということで、早速例文行きましょう。めっちゃ勉強したにもかかわらず、試験に落ちました。めっちゃ勉強したにもかかわらず、試験に落ちました。はい。すごく勉強したんだけど、試験に落ちてしまった。ということですね。はい。次です。台風が接近しているのにもかかわらず、仕事に行きました。台風が接近しているのにもかかわらず、仕事に行きました。台風が近づいてきています。危ないです。だけど、仕事に行きました。仕事に行かないといけなかった。という時に言いますね。はい。英語があまり話せないにもかかわらず、海外に住むことにしました。英語があまり話せないにもかかわらず、海外に住むことにしました。はい。まあこれはちょっと僕の話でもあるんですけど、まあちょっと頑張って英語を勉強しているところです。はい、次です。よく走っているにもかかわらず、あまり痩せません。よく走っているにもかかわらず、あまり痩せません。はい。まあトレーニング、まあランニング、たくさん走ってるから、まあ汗もかくし、痩せるはず、痩せたい、と思ってるんだけど、あんまり痩せないっていう時ですね。はい。使います。最後です。大雨にもかかわらず、花火大会は決行されました。大雨にもかかわらず、花火大会は決行されました。ですね。はい。ちょうど今、電車が来ましたね。ちょっとうるさいです。はい、すいません。はい、こんな感じです。結婚されましたは、花火大会がありましたということですね。はい、こんな感じです。まあ、こんな感じで、そうですね。何々にもかかわらず、はい、使ってみてください。はい、ちょっと電車に乗ります。いつもの通り声に出して練習したり、自分で例文作ったりして練習してください。今回も最後まで聞いていただきありがとうございます。ではまた。